胸札は、自社、民家など建物の建築、修築の記録、記念として、胸木、梁など、建物内部の高所に取り付けた札である。典型的には、木の札、または、銅の板に記して、釘で打ち付ける。中には、建物の部材に直接記されることもあり、これを領状名と呼ぶこともあるが、趣旨は同じである。書かれる内容は、築造、修理の目的を記した。 異種分やその年月日や建築種、大工の名、工事の目的など建築記録だが関連して他のことに及ぶものもある。簡潔なものもあれば詳細に記されたもの、絵柄が記されたものなど出したようである。胸札は普通の利用者には見えない位置に取り付けられるため年月かたつとしばしば存在が忘れられてしまう。そうした胸札が解体。 修理の際に発見されることがある。胸札に記されていることは語記などもあるが、その建物をはじめその地域の歴史や文化に関する重要な歴史的資料となり、文化財に指定されているものも多い。最古の胸札は、岩手県、中村寺の保安三年名を持つものであるという。 すすむらせこう。この教文は、すだつ長者義恩少者を作りき。しかるに、何なる因縁にやよりけん。すだつ長者七度まで火災にあひこうじ、長者このよしをふっつに問い立てまつる。との表記がある。参考文献、秋山隆史、胸札の基礎的研究。ありがとうございます。